玉木雄一郎君。民進党の玉木雄一郎です。今日はいろいろ質問しようと思ってたんですが、家計学園が新設する獣医学部の問題について絞って質問させていただきたいと思います。今朝、報道がありまして、その報道をお手元に、お配りしていると思いますが、家計学園が今治市の国家戦略特区に新設しようとしている、獣医学部についてですね、文科省が、特区を担当する内閣府からこれは総理の意向だと聞いているとなどと言われたことを記した文書を作成し、現在もその文書が文科省の幹部の間で共有されていると報じられています。こうした文書が現に存在するのかどうか、大臣お答えください。松野文部科学大臣。そのニュースに関しましては、今朝ほど私も新聞で読みました。私自身は実際にどの文書を何を指してお話になっているのかがちょっと、承知をしておりませんが、文書自体に関してですね、具体的に、どういった種のこういった文書だと、でこういった経緯のものだということがあれば確認をさせていただきたいと思います。玉木雄一郎君。この記事の中にはですね、文科省関係者が昨年の9月から10月に作成したものであると認めたということで記述がありますけれども、こうしたことを文科省の関係者が認めた事実はございますか。松野文部科学大臣。まずその文科省の関係者というのがどなたなのか分かりませんが、そういったことも含めてですね、現状においてはその文書の存在も含めですね、私は確認をしていないということでございます。玉木雄一郎君。私手元にその文書を持ってるんですが、かなりなことが書かれています。これで私はこれ実はですね、文科省は立派だと思ってます。なぜかというと、非常に不当なですね、規制改革の要望に対して文部行政を預かるものとしてですね、真っ当な反論をここでされています。あるいは懸念を表明されています。でそれに対してですね、内閣府の側からですね、例えばその最短距離で規制改革を前提としたプロセスを踏んでいるので、設置の時期についてはこれは総理の意向だと聞いているということで、しのごの言わずにやりなさいというようなことがですね、内閣府から回答が返ってきているんですね。で例えば、今日はいらっしゃってませんけれども、義家副大臣に対して説明したレク資料、あるいは、義家副大臣からですね、ご発言をしていただくもの、あるいは萩生田副長官からご発言をしてもらうような、そういった内容のものも用意をされています。でこうしたやり取りについてですね、全くこれはないと言い切れますか。大臣。松野文部科学大臣。今回の国家戦略特区に関してのですね、それは文科省内でも当然検討をしているわけでありますから、その国家戦略特区に対する対応に向けた文書というのは、それは作成された可能性はあるというふうに思います。玉木雄一郎君。その中にですね、平成30年4月は早い、無理だと思うというようなことがですね、記述されている部分もありますね。つまり文科省としてはですね、設置認可申請が来てもやっぱり実際その教員が集まるのかどうかとか、言われるような教育ができるような施設が作れるのかどうか、当然確認しなければなりませんね。ですから、やらないと言ってるんではなくて、せめてもう1年、30年の4月ではなくて、31年の4月ぐらいにできないかなということをですね、提案をしているわけです。で、そういうことを議論した経過はありますか。あるいは大臣の指示として、この中にもですね、大臣のご確認
事項と、ご指示事項ということでですね、松野文科大臣自身が、その、31年4月の改革を目指した対応とすべきではないかと、指示をされているんですね。つまり、今言われているよりも1年後にですね、やるべきではないかということを、大臣のですね、ご指示事項の中に入っています。じゃあ、文章は、あるなしは今言えないとして、大臣としてですね、この間の一連のプロセスの中で、30年4月の改革はちょっと早すぎるんじゃないか、31年の4月にした方がいいんじゃないかということをですね、内閣府等に対して文科省としてちゃんと確認しろ、そういったことはやっぱり言った方がいいというのは、そういう指示を出したことはありますか。松野文部科学大臣。お答えをいたします。まずですね、この記事の中にある大臣の指示事項文書というのは私見たことがないものですから、これがあるのかないのか、どういった性格のものなのかに関しては承知をしておりません。でその中においてですね、今玉木先生の方からお話をいただいた、今私が記憶していることでお話をさせていただきますと、まず大学の設置認可というのは当然のことながら設置審議会において、専門的な議論のもとにこれは認可が進められるものであるんで、国家戦略特区の中にあるものであってもですね、例えばこれが国家戦略特区が認められて大学設置に関する審議が審議会で始まったとしても、これはもうそのケース状況によっては認められる場合も認められない場合もあると、そういう中にあって、設置の時期をあらかじめ定時書き込むというようなことというのは、これは設置審議会との関係においてどうなんだろうかという話をですね、した記憶がございます。玉木雄一郎君。それに対して、内閣府からはどういう答えが来ましたか。松野文部科学大臣。今ちょっと私の記憶に頼った答弁になるんで、詳細にどこまで言えるか分かりませんが、要はですね、私のこの何年というに改革を目指すとかですね、設置をするとかっていうような文書というのは、これは設置審議会との関係において書き込めるものなのかという質問に対してはですね、いやそれは従前も戦略特区の中においてその目標として書き込んできたということがございますという答えが、これは内閣府ではなく文科省の事務方の方から説明を受けた記憶がございます。玉木雄一郎君。今回ですね、やはりいろんな形で私はやっぱりこう通常ではない特別の計らい、特別の手続きが行われているのではないかと思われます。で、特にこれじゃあ総理のご意向だと、私の手元にある資料でもですね、大臣ご確認事項に対する内閣府の回答という中の一番上に、これは総理のご意向だと聞いているということがですね、明示的に、一番最初の丸に書かれていますね。で、やっぱり強い総理の意向を受けて、これは多少ですね、無理があってもやらなければいけないということで、大臣やられた、あるいは苦渋の決断をされた、文科省としてはなかなかこれはイエスと言い難いんだけれども、総理の意向なので、仕方なしにですね、30年4月の改革で物事を進めようということを決められた、大臣自身そういう思いがあったということでよろしいですか。松野文部科学大臣。この国家戦略特区に対するですね、これは私のまた文科省の立場というのは一貫をしております。国家戦略特区に対するこの取りまとめ、コンセプトに関してはこれは内閣府が主管するものであると。そして今までですね、獣医学部を文部科学省が抑制的にしておりましたのは、これは受給の関係においてということで抑制的にしておりましたので、この受給に対する考え方はこれは所管である農水省の方でなければですね、判断ができないということでございますから、この中で書かれたのは、例えば先端的なライフサイエンスであるとか水際対策、
が書かれていたと記憶をしておりますけれども、そういった新たな獣医の需要に関してその需給が認められるということであれば、文科省は大学の設置認可に関してしっかりと審議をしていきますというのは、私も文科省も一貫した姿勢でございます。玉木雄一郎君。需給の話が出ましたね。需給の話にちょっと絞って聞きたいと思います。10月4日の吉家副大臣のレクの概要という紙が合わせて手元にありますが、私が萩生田副長官のところにちゃんと調整してくれと言いに行くと、アポ取りをして正式に行こう、シナリオを書いてくれと、で斉藤健農水副大臣に農水省が需給の部分ちゃんと責任持ってくれないと困るよと話した際には何も聞いていない、やばい話じゃないかという反応だったと。今大臣が手元で読まれたものです。それです。で、需給についてですね、やっぱ相当心配しています。なぜかというと、これはですね、もともと最高戦略改定2015号の中にですね、4条件というものがありまして、でこれは、まあ、何度も私も委員会取り上げてますが、基本的にですね、獣医師の需給は満たされているということは何度も政府がお答えになってますね。でただ特区で認める際に既存の獣医師の要請ではないということ、これは第一条件で、第二条件にライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野における具体的な需要が明らかになること、2番目で、3番目の条件で既存の大学学部では対応が困難な場合、で4つ目に近年の獣医師の需要の動向も考慮しつつ全国的見地から本年度内に検討ということで、まあ、需給のことを考えるということも含めて、この 4条件がかかってたわけですね。で、じゃあちょっと整理のために改めて伺いましょう。現時点において獣医師の数は足りてますよね。政府の公式見解を聞かせてください。特区ではなくて現在の獣医師の数は、その産業動物への偏在、地域的な偏在があるのは何度も答えていただいています。ただトータルとして獣医師の数は足りてますね。農林水産省小川政策統括官付参事官。お答え申し上げます。ただいま委員ご指摘のとおり、産業動物獣医師について地域の偏在というものはございますが、現状において獣医師の数自体が全体的に不足している状況にはないという認識は変わっておりません。玉木雄一郎君。獣医師はですね、十分いるんですね。でそれなのにですね、今度新しい学校ができて獣医師を新たにまあ作るんですが、その新しい分野だからとかなんだかんだ言ってですね、まあ、多分既存の獣医とはバッティングしないから大丈夫だということで認めたんだと思うんですが、これ今度ですね、増やそうとしているこの家計学園が新設しようとする獣医学部、定員何人を予定していますか。そして現在の16の国公立私立の獣医学部の1年間の定員はいくらですか。時は高等教育局長。お答え申し上げます。国家戦略特区における獣医学部の新設でございますけれども、この学校法人家計学院より、本年3月31日付で、設置認可申請なされておりますが、入学定員は160名ということでございます。また全国の現在の獣医学部の定員は930名ということでございます。玉木雄一郎君。はい、今930名の16大学の定員がありますね。この930名で足りているという答弁でした。でそこにですね、160名を新たに加えていくということはですね、計算すると 17% ぐらい今より増えるわけです。で930名で足りているというところにですね、160名を加えていって、これがですねその先ほど言ったような需給をちゃんと満たしですね、でしかも
きちんとその4条件を満たすということはクリアした上でですね、この特区での獣医学部を認めたんだと思いますが、160名の根拠を教えてください。時は高等教育局長。お答え申し上げます。先ほど申しましたように、学法人加計学園から設置認可申請において入学定員160名とされているわけですが、今玉木委員お話ございましたように、その前段で、国家戦略特区のプロセスがございます。その中では新設する獣医学部の入学定員160名とすることについて、そのことを含む学法人加計学園の構想につきまして、本年1月に、国家戦略特区の今治市分科会におきまして、内閣府を中心といたしまして、獣医療行政を所管する農林水産省も同席する中で、確認をされたというふうに承知をされております。玉木雄一郎君。いや、160名の根拠、今農林水産省が160名で、それは既存の獣医との受給を考えても大丈夫だということは農林水産省が確認したんですか。農水省、じゃあお答えいただけますか。誰ですか、これ責任を持って答えられるの。160名を新たに増やしても、それが既存の獣医の受給等に関して問題がない。先ほど申し上げた、日本最高戦略改定2015における4条件を満たしたと確認したのは政府の中で誰ですか、どこですか。時は高等教育局長。繰り返しのご答弁になると思いますが、新設する獣医学部のこの入学定員160名ということを含めまして、この学校法人加計学園の構想につきましては、本年1月に国家戦略特区の今治市分科会が開かれました。その今治市分科会におきまして、これは国家戦略特区を所管いたします内閣府を中心といたしまして、また同時に重量行政を所管をいたします農林水産省も同席をする中で、有識者の方のご議論も含めて確認をされたというふうに承知をしてございます。玉木雄一郎君。内閣府農水省はどのように確認しましたか。930名のところに 17% も超える160人を増やして、それが既存の獣医の受給に影響を与えないというのはどのような証明をされましたか。農水省、内閣府、それぞれお答えください。農林水産省、小川政策統括官付参事官。お答え申し上げます。農林水産省は獣医師および獣医療に関する事務を司っておりますが、獣医学部など大学の設置に関する事務は司っておりません。新設される獣医学部の定員の妥当性については所管省庁において適切に判断されるべきものと考えております。今回の獣医学部の新設は、先ほど委員からも言及がございましたが、先端ライフサイエンス研究の推進など獣医師を含む獣医学部卒の知見を有する者が新たに取り組むべき分野における需要を勘案して設定されるものと承知しており、かつ学部の設置は1校に限られるということでございますので、獣医師全体の需給に対し大きな影響は与えるものではないと考えております。内閣府川上地方創生推進事務局次長。お答え申し上げます。具体的な入学定員につきましては、先ほどご答弁ございましたとおり、今後所管省庁において精査されていくものと承知をしてございます。内閣府の審査といたしましては、獣医学部の新設は認めないとする従来の規制を改革する観点から、事業者の計画内容がライフサイエンス研究の推進や地域での水際対策に必要な人材の養成ニーズに対応するものであるか等について審査を行い、事業の具体的実現性を確認しているものでございます。本件につきましては、内閣として入学定員を含めた提案書の全体から事業の具体的実現性があると判断したというところでございます。玉木雄一郎君。全く答えになってませんね。全体から判断したとか、あと、自分のところは大学設置のは
責任はありませんねというような答え、誰が責任を持っているんですか、これ。で、今皆さん答えが出るかなと思ってあえて言わなかったんですが、私の手元にですね、岡山理科大学獣医学科の入学定員等について、2月28日火曜日、愛媛県畜産科経由で家計学園より回答がありましたのでお知らせしますという平成29年3月1日付の文書があります。皆さんお持ちですか。そこに何て書いてあるかというと、160名の定員の根拠について問い合わせしてるんですね。で、それに対してどういう計算をしたかというと、26年度の獣医師法第22条の届け出では、就業獣医師の総数は3万9000、飛んで98人。この人数を維持するため、獣医師が生涯で35年働くとして、年間1117人、これは3万9000、飛んで98人を35人で割ってるだけですが、の新規獣医師が必要。現在ある全国の獣医師学科の定員は930人、年あたり。このため、年間187名、つまり1117人引く930人イコール180人が不足していると試算。で、これでですね、約入学定員160名にしているんです。これね、すごく矛盾するのは何かというと、その必要な獣医師数、今の獣医師数ですよ、今の免許のライフサイエンスとかじゃなくて、今の獣医師数が1117人必要なんだけれども、今、16大学の定員が930人なんで、単に引いて、不足が187名出るから160名してるんです。不足してるから160名を要求してるんですね。でも、ずっと説明があるのは、不足はない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 って言うんですよ。農水省も文科省も内閣府も。でも、家計学園が、これは、まあ、後で必要なら出しますが、足りないから187名、160名の定員にしますというふうに計算してるんですよ。こういうことをきちんと調べておられますか。時は高等教育局長。お答え申し上げます。今お話しいただいたのは全体としての獣医師の受給のお話、全国的な受給のお話だと思いますので、私どもといたしまして、獣医療行政を担当いたします農水省さんの方で、お答えをいただくべきことかなというふうに思ってございます。玉木雄一郎君。じゃあ農水省お願いします。農林水産省小川政策統括官付参事官。今委員から説明がございました、その3月1日付の文書というものについては私ども承知しておりません。で、その計算の中にございました3万9千人を母体として引き算をするものでございますが、現実に獣医師は人間のお医者さんのようにですね、医師の資格を持っている方がほとんど医療に携わるという構造でございませんで、獣医師の場合にはこの3万9千人の方がおられましても、獣医師以外の分野に相当数の方が疲れているといったことで、その数だけを母数にして、引き算割り算というものはあまり時給を想定するのに適当ではないと考えております。玉木雄一郎君。適当でないんです。確かに獣医師も、うちの弟もそうなんですが、獣医師免許持ってるんですがやってないんですね。そういう人も入れて本当の受給ってことをきちんと調べてやるのが農水省の役割だったんじゃないんですか。で、今まさに答えありましたよ。そんなことで計算しちゃダメだということで計算して160名の定員で今この特区の学校が申請されてるんですよ。じゃあこれちゃん、じゃあなぜ160名で適当なんですか。今農水省おかしいと言いました。この計算で正しいと判断したのは誰ですか。どなたか、どなたかご答弁いただきます。内閣府川上地方創生推進事務局次長。
本年のこの今原市分科会における内閣府としての審査の観点について申し上げます。これにつきましては、その獣医学部の設置認可とは異なりまして、獣医学部自体の設置や定員160名を認めるものではなく、あくまでも規制の特例措置を適用して設置認可申請を行える主体であるかということを私ども審査をいたしました。具体的には公募要項で示された通り、昨年11月9日の諮問会議取りまとめの適合性、あるいは平成30年の開設の確実性について確認したところでございます。玉木雄一郎君。いや、確認したというのは今の計算だとね、既存の獣医が足りないからといって増やしましょう、不足があるから増やしましょうと言ってるんでしょ。そうではなくて、新規分野で既存の需給には影響を与えないということが確認されたから認めたんじゃないんですか。そのことをどこでどうやって確認されたかと。で、今私が持っているそのこういうその既存の獣医が足りないから引き算してっていうんだと、その特区を認める根拠にならないんですね。申し合わせの時間が来ておりますので、はい、手短にお願いいたします。次の平野先生から多少うちの党派内会派内の枠でいただくことになってますので、もう一度答えていただけますか。それだけ持ち時間分かりました。はい、はい、内閣府川上地方創生推進事務局次長。お答え申し上げます。今申し上げました確認作業でございますけれども、入学定員160名自体の適否を直接審査のものではございませんが、その入学定員が諮問会議取りまとめにある獣医師が新たに取り組むべき分野における具体的需要に対応するための人材を要請するものであるということを確認するとともに、平成30年の開設の確実性の審査の一環として、入学定員が学校の施設や教員の予定規模に比して一時リスクバランスを欠くものではないかという概略的な確認はしたところでございます。玉木雄一郎君。概略的確認って何ですか。閣議決定で4条件きちんと決めて、石破大臣の時もこれをしっかり守るということをですね、明言しているのに、その確認もせずにどんどん手続きだけ進めてるんじゃないですか。もう時間がないから今日やめますが、これ大臣確認事項に対する内閣府の回答のですね、1、2、3、4、3つ目なんかはですね、もう平成30年4月の改革に向け、11月上下旬には本件を諮問会議にかける必要がありと、もう全部逆算でやろうとしてるんですね。で、しかも官邸から内閣としてやろうとしていることを党の部会で議論するなと怒られたと。自民党内での議論に対してもこう口を出しているんですよ。内閣でやることを党でね、しのごの文句言うなと。これ、その大臣ご確認事項に対して内閣府の回答の中に書いてるんですよ、これ。で、しかももう一つ、その先ほど斉藤健副大臣にですね、需給のことをちゃんとやってくれないと困るよと言ってですね、その、やばい話じゃないかという反応があって、しかも萩生田官房副長官にちゃんと調整してくれとお願いしてですね、萩生田副長官の発言要領とありますけれども、これさっきの4条件にも関わりますが、既存の大学がうちの大学でもできますよと言われると困難になると。とかですね、平成30年4月は早い、無理だと思うと。要するに家計学園が誰も文句は言えない良い提案できるかどうかだなと。あるいは学校ありきでやっていくという誤解を招く、学校ありきでやっているという誤解を招くので、無理をしない方がいいとかですね。あとすごいのは、福岡6区補欠選挙10月23日が終わってからではないか。なんでかというと、倉内日本獣医師会の会長の息子が補選に出ましたね。鳩山さんと争って。で、負けることになるんですけれども、まあそういうのも見守った方がいいんじゃないかっていう、まあ親切丁寧にですね、こういうことまで全部、その、考慮しながら進めてきたということで、これはですね、大変、これ、疑惑が深まったと言わざるを得ないと思いますよ。で、もう一つもう最後に言いますが、これ、大臣のご指示事項ということの二ツにもですね、少なくとも衆議院福岡六区補選を終えた後に動くべきではないか。しかも中書きまで書いてあって、鳩山二郎氏と倉内健氏、日本獣医師会会長長男、林芳正前農商秘書が候補者とまで
大臣ご指示事項に書いております。ちょっとどうかなと思いますし、吉家大臣レク概要にもですね、閣内不一致括弧麻生財務大臣反対をどうにかしてくれないと文科省が悪者になってしまうと、文科省への悪影響も心配する詳細な分析ペーパーもあります。こういったことについてですね、きちんと提出をいただいてですね、公式に。その上でやはりこの間のこの加計学園をめぐるですね、獣医学部設置の不透明なところに対してやはりきちんと説明をいただきたいと思います。私冒頭申し上げて、文科省はね、文科省の立場で頑張っていると思いますよ。おかしな方向で文科行政がねじ曲げられないように、麻生大臣も心配してましたが、ロースクールの例を挙げてね、やたらめったらこの獣医師を乱増してしまうと、やっぱり需給を超えて供給過多になってしまうと、結局困るのは獣医師だし、それを利用するですね、利用者の方々だということで心配されてますから、今まさにその審査過程にあると思いますけれども、もう一度この間の過程をきちんとレビューしてですね、必要な資料を全部出していただいて、しっかりとした説明責任を果たしていただくことを強くお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。